自分の在り方を考えていく機会、討論が増えたんですね、授業で。その中で人間学で学んだようにいろんな視点から捉えるっていうことで生かされてると思う。自分に自信が持てるようになったって感じですね。今の自分があるのは人間学みたいな。自分を知れる学びだと思っています。人間学を学んで自分についてより深く知って人生をどう生きていくかっていうことを学びました。自分の生き方について道しるべができた。人間とは何か、私とは何か、私とはどういう存在なのか、私はどこから来てどこへ行くのか、こういうことはやっぱりきちっと理解しておく必要があると思います。私は何なんだろうということに素朴な疑問を持つわけですけれど、人間学の中で一番基本的なところで気がついてほしいなと思うのは、自己中心的な存在であるということを自覚することがやっぱり出発点。今後の生き方について考え直せる授業。いろんな人の意見はそれぞれいいところもあったり、取捨選択していい面を知っていけるような視野を持っていけるようになりたいな。今までは自分から行動しようみたいな感じではなくて、なるようになるかなみたいな生き方だったんですけど、自分で決めて行動するっていうのは自分自身変わったかな。相手に寄り添う、相手を理解しようとする、自分に対する理解もやめないっていうのを今後続けていけたらな。相手を理解しようっていう意識、それが人間学が与えてくれた自分への影響。学生さんに伝えたいのは、人間学を学ぶということは今後何らかの形で世界と接する時があった時に、あなたにとっての宗教とは何なんだということに話がいった場合に、そのことに対してどう答えるのか、自分のアイデンティティみたいなものは非常に必要になってくると思います。立ち止まって考える機会、それを提供するのが人間学。人と生きていく時に大切なことっていっぱいあると思う。自分中心で自分が頑張れば自分がどうなるかって、そういう関心ばっかりで生きている人間が、いろんな人といろんな命とどうやって一緒に生きていくのかってことを考えられるようになる、そういうことが人間学を通じて期待されるところです。いろんな人間性があることを学ぶことを、いろんな考え方に対して疑問を持って接するということを、違う考え方を持ってる人もいて、こんな人もいるんだって思えるようになって、生きやすくなりました。答えのない問いを探し続けるようなもののヒントになるような授業、視点は狭めてはいけないということに気づかされました。人間を考えよう。